まさとです。ご視聴ありがとうございます。今回は中学公民の国会について解説をしていきます。特に国会の中でもですね、国会ってどんな場所なのか、何をするところなのかっていう説明をしていきますからね。で、あともう一つなんですけど、国会って本当にいろんな種類があるんですよ。その種類について解説をしていきます。国会の種類と国会って何をするところなのか、この動画を見ていただければそういうところがわかりますので、ぜひとも最後までご覧くださいね。はい、ではやっていきましょう。国会っていうのはこういう場所だよっていうのが日本国憲法の41条に書かれているんですね。国会は国権の最高機関であって唯一の立法機関だとかっていうふうに書かれているわけですよ。これどういう意味なのかっていうのをまずは説明していきます。立法機関っていうことなんですけど、立法っていうのは法律を作るっていう意味があるんですね。つまり日本の国会というのは法律を作っていく場所なんです。そういう役割を担っているのが国会なんですね。で、もう一つ、国権の最高機関っていうふうに書かれているんですけど、これがなんだか意味がわからないわけですね。日本の機関の中でやっぱり重要なのは国会、内閣、裁判所の3つなわけなんですね。この3つの中で一番偉い組織ってどれだと思いますか？正解は国会なんですよね。なんでかというと、まず国会議員が何によって選ばれるか考えてみてください。国会議員って選挙で選ばれますよね。ちなみに日本国憲法の三原則っていうのは覚えてますかね？日本国憲法の三原則って国民が一番偉いっていうのがありましたよね。国民が一番偉いっていうのが国民主権ですね。そして一人一人の人権が大切にされるっていう原則もありました。一人一人の人権がものすごく大切にされる。この考え方のことを基本的人権の尊重と言いますよね。そして二度と我々は戦争をしないっていう原則もありました。これが平和主義ですね。国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義。この三つが日本国憲法の三原則だったわけですよね。つまり国民っていうのは日本の中で一番偉い存在なんですよ。その中から代表者として国会議員を選ばれているわけなんですよね。国会議員が集まる場所なので、代表者の国会議員が集まる場所なので国会が一番偉いんだっていう話になっているわけなんですよ。なので国権の最高機関である理由を答えなさいみたいな問題が出てきたらですね、主権者である国民の代表者が集まるためだっていう風に書いてあげれば正解がもらえますからね。これちょっとしっかりと押さえておいてください。それで日本の国会はですね、二院制というね、体制を通っているってことなんですね。別名が両院制とも言ったりします。まあ二院制っていうことがね、非常に多いですね。じゃあこの二院制って何かって言ったら、話し合う場所が2箇所ありますよっていうのが二院制なんですね。話し合う場所その1がですね、衆議院です。その2が参議院です。衆議院と参議院でそれぞれ話し合っていくっていうのが日本の国会のあり方なんですよね。それでね、よく勘違いされがちなのがですね、衆議院と参議院ってどうやって話し合いをしていくのっていう話になっていった時に、全然違う話を同時並行で進めていけば、衆議院と参議院で勝手にそれぞれ話し合っていけば議論が早く進むから衆議院と参議院バラバラに分かれてるんでしょとかっていう風に思われがちなんですけど、これはちょっと違うんですよ。同じ話を衆議院で行って、その後に参議院で話し合いを行うんですね。まあ逆パターンもあるわけなんですけど、なんでこんなめんどくさいことをやるのかっていう話ですよね。同じ話をわざわざする必要あるのかっていう話なんですけど、これがあるんだっていうことなんですね。まあ文化祭でもね、よくバラバラにね、分かれて話し合うみたいなことってやったりしますよね。なんか男子チームと女子チームに分かれて話し合いを行うみたいなことってやったりするかなっていうふうに思うんですよ。例えばね、まさと中学っていうのがあったとしますよね。男子チームと女子チームに分かれて、文化祭何の出し物をやるか話し合いが行われるんですね。まず男子チームで話し合いが行われるんですよ。今度の出し物何にするみたいな感じになって、はい、お化け屋敷がいい、お化け屋敷とかっていう風に言ったやつがいるんですね。あ、マジでお化け屋敷で賛成みたいな話になっていって、男子チームはお化け屋敷をやろうみたいな話し合いに決定していきました。この話がですね、女子チームの方に行くわけですね。そしたらこんな感じになるんですよ。なんかね、男子チームの方でお化け屋敷やりたいとかって言ってんだけどどう思うみたいな感じになるわけですね。お化け屋敷なんかマジダサいんだけど、マジ絶対嫌だ、私屋さんがいいとかっていう話になっていくわけですね。こんなような感じでいろんなアイディアを出していった方が、まあ文化祭って成功する可能性が高いんですよね。まあなので別れて話し合いが行われるみたいなことをやったりしますよね。
けどぶっちゃけ言うとね、文化祭っていうのは失敗したっていいわけですよ。だってね、文化祭失敗したって今回の文化祭ってつまんなかったなくらいで済むじゃないですか。今考えてみると、あの文化祭は俺の人生を大きく変えたみたいな話ってならないじゃないですか。まあだから文化祭はぶっちゃけ言って失敗したっていいわけですよ。だけどね、国会って失敗したらまずくないですか。法律作る場所なんだから失敗したら人生狂う人だっているわけですよ。今回の法律作ったの失敗だったの、はぁはぁで済むかっていう話じゃないですか。絶対に済まないので、きちんと話し合いを慎重に進めていく必要があるんですね。まあなので衆議院と参議院で同じようなことを話し合って慎重に物事を決定していってるっていうことなんですね。まあなので任意制の長所はですね、審議を慎重にできるっていうことですね。そして短所はなんですけど、これやってるとちょっと時間がかかっちゃうっていう短所がありますよね。まあなので時間がかかるっていうことで押さえておいてください。はい、それで今話をしたようにね、衆議院と参議院っていうのが国会にはあるっていうことなんですけど、それぞれ特徴にね、違いがあるので、これをね、しっかり押さえておいてください。で、まずね、定数っていうのがあるんですけど、定数っていうのは人数のことですね。衆議院の人数どれくらいいるかっていう話なんですけど、475名いるっていうことなんですね。参議院は242名いるっていうことなんですよ。ここの数字のところはね、ものすごく狙われやすいですね。そしてもう一つ、任期っていうことなんですけど、任期っていうのは国会議員でいられる期間のことを任期と言いますよね。任期はどれくらいあるか、衆議院は4年ですね、参議院は6年だっていうことなんですよ。で、これなんで任期なんかあるのっていうことなんですけど、任期なかったら逆にまずくないですか。皆さんの学校にだってね、生徒会長の任期ってありますよね。これから生徒会長のお話がありますって言った時に、82歳くらいのおじいちゃんがやってきたらね、早く変われっていう話になるじゃないですか。まあだから基本的にこういう風にみんなによって選ばれるものって任期があるっていうことなんですね。そして解散っていうのがあります。解散っていうのは簡単に言うと、全員クビのことを解散っていうわけですね。内閣がですね、解散だとかっていう風に言ったら、衆議院の475名は全員クビになるんだっていう話なんですよ。まあだけど参議院っていうのはですね、その一方で解散がないので、衆議院と違って解散がないので、途中でクビにさせられることっていうのはありません。あとはね、非選挙権っていうのがあるんですけど、非っていうのはされるっていう意味がありますよね。つまり選挙をされる権限のことを非選挙権って言います。簡単に言うと、議員さんに立候補できる年齢のことを非選挙権って言うんですよね。そして衆議院の非選挙権、立候補できる年齢何歳かって言ったら25歳以上ですね。そして参議院なんですけど、参議院の議員さんに立候補するのは30歳以上にならないとダメだということなんですよ。ここの数字のところはね、めちゃくちゃ狙われるんですよね。そしてね、ちょっと一個ね、補足なんですけど、参議院だけは3年ごとに半数を改選するんですね。はい、このね、半数改選っていうのが全く意味がわからない人がいるんですよ。まあこれ難しいですからね、ちょっと衆議院の方から言ってみましょうか。衆議院の方がわかりやすいですからね。例えば2005年にですね、衆議院が選挙を行います。475名選挙されるわけですよね。で、この後解散とかがなかった場合、衆議院の選挙はいつ行われるかって言ったら、2009年に行われますよね。ここで475名が選ばれます。途中で解散したとしますね。2年後に解散が行われたら、2011年に475名選ばれて、で、また解散がなかったら、2015年に475名選ばれるっていう流れになっていますよね。で、その一方で、参議院なんですけど、参議院が例えば2005年に選挙を行ったとしますね。この時に選挙やっていく人数何人かっていうことなんですけど、121人だっていうことなんですよ。で、解散が参議院は特にないので、次選挙いつやるのっていうことなんですけど、6年後ですね。2005年の6年後って何年かって言ったら、2011年に
121人選び直すわけですよ。そして2017年に121人選び直すっていうことなんですよね。で、残りの半分はっていうことなんですけど、ここの隙間で選挙を行っていくんですよ。つまり2005年と2011年の隙間に選挙を行っていくんですね。つまり残りの121人は2008年に選挙を行うんです。で、その後、2016年に121人みたいな感じで選挙を行っていくんですね。半数改選、3年ごとに半数改選っていうのは、こういう風に121人ずつ、そして3年ごとに選挙を行っていくっていう意味なんですね。なので242人一気に選挙するっていうわけじゃないから、ここ気をつけていきましょう。はい、そしてね、国会はじゃあどんな種類あるのかっていうところに入っていきますからね。まず国会っていうのは種類がね、まあこれだけあるわけなんですけど、まず行ってみましょうね。一番一般的なものがですね、通常国会、通常国会っていうのがあるんですよ。そしてこの別名がですね、常会、常会っていうんですね。まあ別にどっちで覚えてもらっても構いませんが、漢字4文字みたいな感じでしてきちゃったらちょっとまずいので、通常国会も常会もダブルでね、しっかりと頭に入れておきましょう。で、このね、通常国会っていうのは毎年1月になると必ず召集されるっていう話なんですね。で、まずここで何をやっていくのかって言ったら、お金の使い道を決定していくんですよ。政府は我々から、我々国民から税を取っているわけですよね。この税をどういうことに使っていくのかっていう話し合いが行われるんです。つまり予算の審議が行われるわけなんですね。で、このね、お金の使い道どれくらい話し合っているかっていうことなんですけど、150日間話し合っているわけなんですよ。まあ、なので1月から5月の間にずーっとお金の使い道の話をしているわけだっていうことなんですね。これが通常国会です。じゃあ6月から12月の間は国会議員何やってんのって話じゃないですか。寝てんのかっていう感じですけどね。寝てるわけじゃないんですよ。やることは他にもあるんだっていう話なんですね。で、6月から12月にね、やっていく国会のことを臨時国会、臨時国会って言うんですね。で、別名が臨時会、臨時会って言うんですね。この臨時国会ってどうなったら開かれるかっていうことなんですけど、内閣の人たち、もしくは衆議院、参議院の4分の1以上の人たちが臨時国会開こうよ、話したいことがあるんだけどっていう風になったら臨時国会っていうのが開かれるわけなんですね。そして今度ね、特別国会、特別国会っていうのがあります。で、これ別名が特別会と言いますね。これ本当にですね、特別な時にしか開かれないような国会です。で、このね、特別国会っていうのは総選挙後の30日以内に開かれる国会なんですね。まあ総選挙の後じゃないと開かれないっていう話なんですけど、何話し合っていくのかって言ったらですね、内閣総理大臣の指名について話し合いを行っていくんですね。内閣総理大臣を選んでいくのが特別国会だっていうことなんですよ。まあなのでね、そんなに頻繁に行われるような国会ではないので、特別国会っていう名前がついているわけなんですね。それであともう一つがですね、参議院の緊急集会、参議院の緊急集会っていうのがあります。で、このね、緊急集会ってとこ間違えるから気をつけてくださいね。緊急国会って書いちゃうんですよ。緊急国会ではなくて緊急集会だから、ここは気をつけていきましょう。なんでこれ集会なんだっていう話じゃないですか。さっきもね、言ったんですけど、国会というのはですね、衆議院と参議院が集まって話し合いしていくのが国会なんですよ。なので、例えば衆議院が解散をしていて、衆議院の議員がゼロになっちゃってる時ってやっぱりあるわけなんですね。で、この時にテロとかが起こっちゃったとするじゃないですか。まあ、まさに緊急事態で国会議員が集まって話し合いをしていかなければいけないっていう話になってくるわけなんですけど、この時衆議院の議員はゼロ人なわけだから3人しか集まることってできないじゃないですか。衆議院と参議院が集まって話し合いするのが国会なんですよ。参議院だけの集まりだったら国会ではないんですね。なので、集会なんだっていうことなんですよね。ここね、ものすごく間違いやすいから気をつけていきましょう。ちなみにね、こっちのね、数字もものすごくよく出るから、これしっかりね、押さえておいてもらいたいんですけど、これ改めてね、衆議院と参議院どっちがいいか見てみるとですね、参議院の方が条件良くないですか？なんでかって言ったら、まず任期6年間やれるし、解散がないんですよ。衆議院は4年間しかやれない上に、途中でクビだっていう話になったら、
全員クビになんなきゃいけないわけですよね。なので4年やれるとは限らないっていう話なんですよ。選挙がものすごく衆議院の方が多いから、正直なところなるんだったら参議院の方がいい気がしませんか。そんなに頻繁に選挙やんなくて済みますしね。だけど逆に言うと衆議院の議員さんはですね、しょっちゅう選挙があるので必死になってやらないとまずいんですね。なので衆議院と参議院で話し合いが割れた時、意見が割れてしまった時、衆議院の方がパワーが強いんですよ。これを衆議院の優越って言うんですね。これを詳しくね、他の動画でも解説していくので、ぜひそちらもね見てくださいね。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。